Now, right? Hello, everybody! セバンキャットです。今回も The Long Dark やっていこうと思います。今回でエピソード3ですね。前回はですね、まあ、ハンタスキャビンじゃねえや、ハンタスキャビンって勝手に呼んでるだけなんですけど、まあ、ちょっと遠征をしてですね、小屋とか探索の方をしてきました。で途中、鹿とかの死体があったんでね、まあ、回収の方をして、今、使える状態になるまで待っているところですね。で途中、棒の方とか、木とか、木材とかいっぱいあったんで、ここに置いてあります。で、ちょっとね、手持ち無沙汰だったんで、あそこと、ここのテーブルとかも回収しときました。でですね、今日は、今日もまた探索行きたいなぁなんて思っているんですけど、魚釣りの方をしたいなぁと思いまして、その前にちょっとこのフローゼアングラーという本を読んでいきましょう。喉乾いてんのね。あ、めっちゃやばい。ちょっとまた水の方も作っとかないといけないかな。2.5 リットルか。半分以上飲んだね。まあそれはまた今度でいいや。ではこのフローゼンアングラー、ガッと呼んでしまいましょう。よし、読み切れた。でフローゼンアングラーの本を読んだことによってポイントスキルがいっぱいになりましたんで、スキルがですね1上がってノバイスになりました。まあ下手くそから、まあ、ちょっとちょっとだけうまいみたいな感じの人ですね。でこれですねジャーナルの方を開いてスキルの方を見ればですね、アイスフィッシング氷釣り、まあ糸が壊れにくくなりましたね。でどんどん上手くなればこれをおそらくさらに捕まえやすくなるってことでしょうね。でこれらもどんどんしていきたいんですけどね、この本は読んだからもうあれか、燃やしちゃってもいいからここに置いとこうかな。でサバイブ・ザ・アウトドアーズっていう本も読んどかないとな。さてちょっと釣りの方に行くわけで、食料の方を取りに行くわけですけど、その間にお腹空いて餓死したらもったいないんで、代わりのものを持っていきましょうか。これだな。であと水も持っていくとして、であとおやつがあるからいいか。で木だな。そうだ、セダーファイアブッドを3つぐらい持ってって、普通の棒もちょっと持ってっか。あとのリクレムトブトも適当に持ってこう。よし、じゃあお魚釣りに行きましょうかい。弓がないのがほんと残念だけどな。どこにあったかな、その物見台のところ。全然覚えてねえや。もう、ウィキとか見て地図見ちゃうのも手なんでしょうけど、それやっちゃうと、俺がこの世界で遭難してるっていう気分が味わえないんで、やんないでおきます。まあ、今日もそがれちゃうしね。まあ、自分の地図を作っていきたいなとは思ってるんですよね。おやつがあった。で、シカちゃんがあっちにいるね。予想ではあっちの方に行って、右だったかな。に、物見台あったと思うんだよな。わからねえや。まあいいや、今回は釣りだ。でですね、お魚の方も調理するとオイルフィッシュだったかなが手に入ってランタンの燃料にすることができるんですよね。ですから単なる
そのエネルギーの回復手段だけじゃなくて、まあ、燃料の方にもなるよと。物見台どこら辺にあるのかちょっと、あ、地図書いてちょっと見当をつけとかないとな。さて到着と。まあでも今4度くらいあったかいって感じだから、火はつけなくてもまだいいか。ちょっとこのキャットストーク食べてお腹膨らませるか。よし、この氷も開いてしまって魚の釣りを開始しましょう。あ、いけねえ、忘れ物しちゃったな。せっかくこっちまで来たんだけど。そうだそうだ、しまってたんだ。いけねえ。じゃあちょっと取りに行きますんでカット入りますね。到着。いやーちょっと遠かったね。やっぱ地味に時間がかかるというか、なんというか、まあ確認しないで言ってた俺が悪いんだけど。よっしゃと。お、 4% しか固まってねえや。じゃあ早速魚でもう釣るかな。3時間釣ってみるか。なんか釣れるかな。あ、壊れやがった。マジかよ。おお、よしよしよし。 8% なのに早速引いてしまうと運が悪いな。よし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 。ちょっと待ってくれ。あ、すっげえ雪。わわわわわわわ、これなんか外出たらやべえな。これ帰れねえな。一応木の方とかは問題はないけど、ちょっとこれ夜は帰るの難しいかもな。ちょっと前みたいにお泊まりしねえとダメだ。ちょっと一旦ここは火をつけて暖を取りながら調理して、ここ一晩しのぐ方向で行きましょうか。参ったな。ちょっとも多めに木材持ってって正解だったな。そうだよな、途中なんか帰るときに吹雪に見舞われて出れなくなるってことも考えとけばよかったな。これで着くかな。まあまだまだ余裕あるから失敗してもいいんだけどさ。お、着きそうだね。お、着くぞ着くぞ。これはよし来た。じゃあリクレームトブット入れて魚作っちゃうかな。作っちゃうというか食べちゃうかな。であとお茶も飲むか。でランプオイルが0002追加されましたね。まあ、これが大きいんですよね。
じゃあ今夜はお茶と魚にしよう。さてとな、服の方も結構あったかくなってっからしばらくは持つとは思うけどね。ただこの吹雪が永遠に吹き込んできたらもう万事休すだな。ちょっと水も飲もう。で手持ち沙汰ってのもあるしな。またちょっと釣りでもするか。壊れやがったよ。なんか全然今回ダメだったな。ちょっと6時間だけでも寝るか。これ夜歩いて帰ることになっても、まあ投資するよりかは。あ、ハイポサーミアになりやがった。ただ投資にはなってないな。よし、吹雪はやんだ、帰ろう。ちょっとハイポサーミアになってしまったっていうのかな。まあ、体力とかもあるから急いで帰ろうか。魚釣りに来たけどランタンオイルがちょっと手に入っただけで全然なんか収穫なかったな。せっかく持ってきた2つの釣り糸とかも壊れちゃうしね、両方。ふざけんなって話だよ。もう一つ組み合わせればできればできるんだけど、ちょっともったいねえかな。ちょっと次の日は探索も行くか。でハイポサーミアになってしまったな。でハイポサーミア、ハイポサーミアってなんだって言うけど俺も知らねえんだよな。ハイポサーミア、低温帯か。まあ急いで帰ろう。っていうか俺やばい、体力11しかねえじゃん。いやーなんかちょっとあそこもう1時間でも長く寝てたら、おい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 、あと11時間でも1時間でも長く寝てたら死んでたな。おいおい危ない、今回はなんか結構命ギリギリなところもあったな。よし、でランタンがあるからここはもう登って、てか主人公フラフラだな。水ガブって飲ん でジュースも飲んで寝よう。歯ブラシとかそんなこと言ってられるわけねえよ。マジで死ねる。寝よう。なんとか生き残ったか。あっぶねえ、魚釣りに行ったら死ぬとかマジ勘弁してほしいわ。でこれ 27% か。食料は結構あるから今日はちょっとこもるかな。ああでその間にちょっと体力回復しながら本でも読むか。その身を12時間以上温めないと回復しねえのか。じゃあその間俺ゆずるも作るかな。なくなってきちゃったしね。
さて火をつけ。なんかつかない気がするんだけど、どうだろう。あ、意外とつきそうだな。俺の期待を裏切ってくれたわ。じゃあちょっとこの今日のプランはしばらく家にこもって水を作ったり本とか作ろうか。本作る、本を読もうか。じゃあまず5リットルガバッと作りだめしよう。で10リットル作るかな、どうせらしい。で喉が渇いたからま飲もう。お腹も空いてんのか。何食うかな。どうせらしポーカーのビーズでも食べるか。よし、で作れたから食べよう。回復したわ。ただまだまだ主人公疲れてんな。でももうちょっと頑張ってもらわないと。次は水を溶かしてと。でこれで水の方もかなり安心していきますね。ハイポサーミアもなくなったね。よかった。なんか水いっぱいあるな。間違って水溶かしちゃったか。また息を。しょうがない。ちょっとここのセラファイアもくべてしまっとこう。で59度熱が出てるのか。超暑いな。なんかまるで51度のように感じるって書いてあるけど、それ大丈夫なのかな。あれで15リットルできたよ。水作りすぎたな。まあいっか。で水もここに置いとくか。じゃあ Too heavy。そうだな、ここに水、じゃあちょっと置きましょう。おお、なんかいろいろとサイズがあるんだな。でもこれ見るとなんか安心できるよね。じゃあちょっとおやつも食べてお腹の方も膨らませるか。でやっと本読めんな。こんなに疲れたらあなた本読めませんか。そうですか。どうしたものかな。ちょっとまた死んだ鹿か食料探しに行かないといけねえな。ちょっとキャットストークでも食べるか。おやつだ、おやつとして取っときたいけど。
12時間寝ましょう。寝よう。寝る子は育つ。ほんの少ししかなかった水が。確かね、こっちの方ちょっと行けば、あったあった。よし、これで。喉いっぱいだぜ。あれ、コンディションも 100% になった。よかった。ちょっと危なかったもんね、本当に。よし、これでまた新しい日が来たな。で、ちょっとこの本いい加減読んでリサーチをしてしまいたい。んー、間に合ったね。よし、これでスキルの方も上がったんで、朝ごはん何しようかな。捨てるグラノラバーでも食べるか。じゃあ、で、水飲んでと。よし、なんかめっちゃなんかボリ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 って食ってるよな。じゃあちょっと行くか。また念のため火を起こすためのものも持っていこうか、多めに。まあでも途中で見つかるとは思うんだよな。で、装備の方の耐久度が大丈夫かな。 39% まだまだ大丈夫だな。で、ここら辺もそろそろ修理しとかねえとな。まあそれはまた今度ってことだな。お、ラッキーセブンだったね今。もしかしたら今回の探索もうまくいくかもしれないな。おっと、何が今接続切れた。ん、何が接続切れた。ちょっと待って、一旦カットしますね。 OK、 特に大丈夫そうなものだったと思う。まあちょっとハードディスクドライブのデータとか、ハードディスクドライブっていうか外付けのやつの電源が抜けちゃって、それでポポポンとか言ったんだな。データ飛んでないといいけどな。まあちょっとそれ今心配しても仕方ねえか。探索行こう。いつもだったらあっちの方に行ってんだけど、今回はあっちの右の奥の方に行ってみるか。ただあそこの方に大きい木の枝あるから、あれも余裕があれば取っていきたいな。まあ、まずあそこのディレールメントの方を探索しねえとな。うん、何があるかなということなんだが、できれば食料がいっぱいあるといいんだけどな。乗れねえ、こっちからじゃないといけねえのか。よしと、おっと、ライフルクリーニングキットと死体か。特に何もなさそうだな。ベースボール帽子と、お、ファイアスタートだ。これは非常にありがたい。これでマッチがなくても火がつけられるようになるな。それはファイアスターターというアイテムがあったんだよな。すっかり忘れてたわ。わーっと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 、めんどくせえやつがそこにいるのか。俺あっちの方に探索しに来てんだけどな。あのワンコロのせいで。ちょっとここは迂回していこう。
いやー、来ないでくれよ、お前よ。あそこの鹿の方も、できたら回収してしまいたいが。えいて。ちょっと離れればね、あいつ、どっか消えるとは思うけど。さて、そこまで優しいかな、あいつ。あっち行け、お前。お前がついてくると探索が非常にしにくい。結構あいつしつこいね。ちょっと今回の探索はあっちの方行ってみるか。シュッシュ、ついてくんないあいつ。だるまさんが転んだよ、やってるわけじゃねえんだよ。あ、やっと諦めたか。諦めたくさいな。オッケーオッケー。あいつもそこまでアグレッシブになんなくなったか？もしかして。わからんな。で、こっちは、そうか。あそこのミステリーレイクの横を通ってきてるような感じだな。さて、何が持ってるかな。何もなかった。あ、でもこっちにはなんかなさそうだな。白樺が多いね。じゃあ反対側の方だったのかな。あそこのレールを右に来たから左に行けばあったのかもしれないな。まあなんだ、後の祭りなわけで、ちょっと今更戻ろうとしても遅いかもしれねえな。ただこある可能性はあるんだよな。お、あそこに小屋があんな。ちょっと食料、キャットストック食うか。あそこになんかいいアイテムがあると嬉しいんだけど、さてあるかなというのが問題で。まあウサギちゃんがいるね。ローズヒップの持って帰ろう。おっと？お、壊れた弓があったな。で、ファーストエイドコース、ファーストエイドコースじゃなくて、ファーストエイドキットはイマージェンシーシステムか。イマージェンシーシステムも、本当にいざという時は使えるからな。とっとこう。これだけか。まあでも、まあ、マジか。どっから湧いてきやがった、あいつ。しかもかなりなんかさっきよりも、アグレッシブにいってんな。ちょっとあいつをまかないと非常に、めんどくさいね。ただこれで鹿は狩れるようになったな。せめてもの。で、ちょっとごめんね。なんかチャットの方が飛んできちゃったわ。あれも追い払えたな、また。どっから来たんだろうな、あいつ。結構この子チャット好きだからな。
しばらく飛ばしてくるかもしれない。まあいい、これで一応武器の方は手に入ったということだから喜ぶべきなのかもしれないな。まあライフルの方も探しに行ってたのはやっぱり武器がなかったっていうのがでけえが一番の理由だから、その武器が見つかったってことはまあいいのかもしれないな。よし、キャットストックがあるぞ。ただまあ四六時中キャットストックばっか食ってるわけにもいかねえしな、いずれは尽きる資源だからな。てか結構腹減ってんな。はあ、キャットストークもリスポーンしてねえな、残念だ。とはいえちょっと、ああでもそっか、矢の方を修理しないといけねえんだけど、羽はあるんだけど肝心の木だな、それがあるのか。これだ、アローシャフト、白樺のやつが治れば、治れじゃなくて加工されればすぐにでも作られるんだけど、まだまだだな、あと1日ぐらいかかりそうだな。一旦ちょっとアイテム整理するか。食料が非常にカツカツ状態になっちゃったな。まあ一応ナイフ見つかったからこれ置いてしまって、あのツールボックスの方も戻すの忘れてたな、あれ結構重いからな。あとこのもんか。これもおそらく明日だからまだまだ使えないけど、なんかちょっと食料でも食べるか。ちょっとなくなってきちゃったな。トマトスープでも食うか。でやっぱりどうしても見つけたいな、物見台。ちょっと疲れてしまったから1時間だけ休もう。で体力回復したらまた探索行こうかな。どこにあるかな。あのバカオオカミもいなくなればいいんだけど、でこれはちょっとまずいかもしんねえな。霧がかかってきたか。あーでもそういえばこっちの左もあんだよな。前あっち行ったけどちょっと左行ってみるかな。確かあっちの方にダムがあるんじゃなかったか。だな、あっちの方にダムあるんだよな。いやーでもなんかあっちこう帰ってきたんだよな。あっちの方はダムか。となると当初の予定通りまたこっちの方行って左行ってみるか今度は。
今回はオンカミいないといいんだけどな。超邪魔くせえもあいつ。じゃあちょっとまったりと歩いていこうか。あそこのディレイルメントは、ああそうだ、あと死んだ鹿がいたんだよな。あれはまた今度でいいか。まあ、ここは一旦スルーで。狼、あ、いた、あいつ戻ってきちゃってるな。ただこれはまたさっきと同じように、またさっきと同じように迂回をしていけばおそらく負けてはいけると思うけど、狼ちゃん頼むから、いい子だからそのまま生かしてね。主人公今めっちゃ疲れちゃってんな。これで見つからなかったらちょっと非常にまずいな。あそこの鹿の死体あたりがあいつのテリトリーみたいなもんかな今のところ。で、あそこの左を行ってみたい。あっちの方行ってみようか。じゃあ次は、あいつ失せてくんねえかな早く。ちょついてきすぎだろお前、腹減ってんだったら他のもん食えよ。なんかあのウザギとかよ、俺食ったってカロリーも全然ね、スキニーな人間だからまずいよ絶対。これで負けるといいんだけど。おーおーおお、まだ追いかけてくるか。結構あいつも頑固だな。ここら辺はあちらあちあちや、こっちの右行けば建物あるね。シュッシュ、あっち行けよお前よ。オッケーオッケー、正しい方向に来てるわおそらく。あん中に隠れてしまえばもうこっちもんだよ。であそこの適当な家の中で一晩過ごして体力回復を待ちながら夜を明かそう。洋服のおかげですっげえあったけえな、スタミナが全然減んねえや。わ、近づいてきたな結構。でも残念、俺この中に入っちゃうんだ。よし、久しぶりに来たなこっち。なんかこの白いやつはなんだよ、綿かよ。困った、食料があんまねえな。あ、あったあった、エネルギーバーで、フレアとランタンフュールか。ランタンフュールはありがたいな。でランニングシューズか。おお助かったぜ。ちょっと腹餓死しそうになったかな。これでなんとかまた明日の日が見られそうだ。
じゃ枕とかも回収していくか。クロスもそろそろ必要になってくる時期でしょう。主人公はめっちゃ疲れてるからまたコンディションの方とかも下がり始めてきちゃったな。よし、狼ちゃんはどっか行ったね。おっと、こっちにもアイテムがあんな。これはファイアログと、この亡くなった死体は特になし。あーね、使いすぎてか走れねえな。あそこ調べたが次はこっちかな。で、今夜はここで過ごすことにしようか。うわー、凍った死体があるわ。ストームランタンはいらないな、今持ってるから。お、ライトシェル、これは使えるかもしんねえな。おうおうおお、服がいっぱい集まってきたな。ちょっと一旦これつけてと。特にアイテムあったあった、オレンジソーダがあったね。ただ他にはなさそうだね。よし、じゃあ今回はここまでにしましょうか。ご視聴いただきありがとうございました。今回もね、楽しんでいただけたら幸いです。よかったらコメントとかねしていただけたらなと思います。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。